お疲れ様です。今日の晩ご飯はぶっかけうどんです。今日はちょっと大事をとって半日で帰ってきました。で、明日ね、城ヶ島。城ヶ島行けてないんですよ、つったらびっくりしました。え、行けてないんですかって。そう、だから明日行きたいんですよね、っていう話をして。で、担当もなんか腰のために変えてくれるそうです。よかったです。まあ、とりあえず今日はまあね、今はギブス外しちゃって、ギブスじゃねえや、コルセット外してますけど、明日はコルセット巻いて城ヶ島行ってきます。まあそのためにね、今日も早退させてくれたし、向こうの方からもう帰りますかって、すげえ助かりました。明日もいっぱい猫ちゃんたちにご飯と愛情をあげてきます。結局そう11日ぶりなんですよね。だから今日はお昼ご飯、いつもお昼ご飯ってうちの店やっぱ全社1位の店だし、駅前だからすごい混むんですよ、レジが。で、初日それで結局冷凍のイカの天ぷら残りがあるんで入れます。そう、レジ並ぶだけで30分かかっちゃったんですよ。でそれがあるんで、いつも菓子パン3つ買ってきてるんですね。で菓子パンも今日3つ買って準備したんですけど、結局半日で帰ったからそのまま家に持って帰って今日の晩飯にしようと思ってしました。なんで今日はうどんと惣菜パンです。よいしょ。あとマヨネーズかけます。まあ明日は無理せず猫活してきます。まあね、11日行ってないから、やっぱ心配ですよ。一応ね、なんかボランティアリーダーさんからね、メールちょこちょこくれてるから、安心っちゃ安心ですけど、やっぱり城ヶ島の猫ちゃんたち、本当に、あ、3つ残ってた。ラッキー。よいしょ。完成でーす。今日のおっさんの晩ご飯は、冷凍の天ぷら入りのぶっかけうどんと、昼食はなかった惣菜パン、チーズハムデニッシュ、粗挽きソーセージ、あと無力品のお好み焼きのようなパンです。ではいただきます。